商名寺英貝塚商名寺山和脇の貝殻、散布状況商名寺、貝塚市地図商名寺貝塚、または商名寺貝塚群は神奈川県横浜市金沢区金沢町から寺前一丁目付近に所在する縄文時代後期を中心とする貝塚である。この遺跡を標識遺跡として縄文時代後期初等に位置づけられる縄文時の形式である。 商名寺式時が設定されたことで知られる。国の史跡、商名寺境内の山門付近からその西側を中心に縄文時代後期の地点貝塚が複数展開しており、調査等により判明している限りで AJ 貝塚が分布している。東京湾に面した入り江、平方湾北東の標高10メートルほどの微光地上に立地する。この尾光地は、 現在、金沢区役所などが所在する平野部が、近世、長島遊博らの神殿開発事業により、埋め立てられて成立する以前には、正明寺付近を基部に、平方湾へ突き出していた海岸砂丘であり、この上に、縄文人が生活していたと考えられる。なおこの砂丘は、かつては、沖合の陸慶島である野島へと続いており、野島の山頂には、 縄文時代早期の野島貝塚が所在する。1925年、神奈川県東部を調査フィールドとする考古学者、赤星直忠により、商名寺山和付近で貝塚の存在が報告されて、以降、石野明、吉高区、和島誠一、岡本伊佐村による調査が断続的に行われた。出土した縄文土器は、 吉田区の研究によりカソリー式土器と堀の内式土器の中間に入る縄文後期初頭の土器形式として位置づけられ、商名寺式土器が設定された。商名寺山和西川の計150メートルの範囲を中心に複数の階層が分布する。階層と重複して竹穴住居や土工房などの集落跡も確認されている。出土遺物は、 縄文土器や石器、骨格器のほか、マテガイやハイガイなどの貝類や、タイ、サメなどの魚類の骨、哺乳類では、イノシシやシカなどの陸上獣類だけでなく、イルカの骨が多量に含まれることが特徴的で、海に面した砂丘を拠点に魚老を中心とした集落が存在したと推察される。関東地方の縄文時代研究史に名を残す著名な遺跡であるが、 国や自治体が指定する文化財保護制度上の文化財には指定されておらず、いわゆる周知の埋蔵文化財放送地である。そのため、現状は宅地化が進行し、解説版や石踏みなども設置されていないため、遺跡の全容が把握しづらくなりつつあるが、現在でも部分的な調査が継続されている。2016年には、横浜市歴史博物館が商名寺貝塚を扱った。 展覧会を開催している。ありがとうございます。